こんにちは、粟田洋介です。今日は私たち人類にとってアートというものは必要なものだという話をしたいと思います。アートっていうのは美術だけじゃなくて音楽とか演劇、写真、工芸、文学、園芸、建設、デザイン、パフォーミングアート、その他すべてのアート、そう、ありとあらゆる芸術ですね。それをアートと言わせていただきます。2011年の東日本大震災の後に絵を描けなくなってしまったっていうアーティストの方もたくさんいらっしゃったようです。私自身もあの直後はちょっとの間絵を描かなかったような気がします。あのような震災の時に人が生きていく上で最低限のものっていうのはとても実用的なもの、それ以外のことはもうどうでもいいと思ってらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃると思います。こんな時に絵なんて描いてていいんだろうかと思った人もたくさんいらっしゃったようです。私もそのように思いました。アートっていうのは何なんだとなった時に、まあ例えば物があって、例えば服っていうのは寒さから体を守るものだから着てあったかければ何でもいい、もう形とか色とか模様とかそういったものはどうでもよくて、機能性ですね、保温性とか通気性とかそういうこと、あとはどうでもいい、物質的に体を守るという意味ではそういった実用性っていうのは大事だと思います。その大事なこと以外のどうでもいいことですね、その部分がアートなんじゃないかと私は思います。そしてそれは決してどうでもいいことじゃないと思っています。アリとキリギリスの話を皆さんご存知だと思います。夏の間アリが一生懸命働いて食べ物を巣に運んで、そして冬が来てコツコツ働いたアリは冬を生き延びることができた。しかしキリギリスっていうのは食べ物を集めたりとかしないでバイオリンを弾いて遊んでいたので、冬に備えての食べ物の貯蓄もできてなくて寒い冬で死んでしまった、そういう話ですね。でも私はそんな話を元にした別の話の絵本を見たことがあります。アリがコツコツ働いてる間にバイオリンを弾いてるキリギリスがいましたが、冬になってアリには蓄えがあってあったかい巣がありましたが、キリギリスは寒さをしのぐ巣もなければコツコツ蓄えた食べ物もありませんでした。でもアリさんが冬になってからキリギリスを自分の巣に招くんですね。そしてキリギリスは寒さをしのぐこともできて食事をすることもできました。そしてそこでキリギリスはバイオリンを弾くんですね。そしてアリはキリギリスの弾くバイオリンの音色を楽しんで一緒に歌って楽しい冬を過ごしたという話でした。私はその話ですごい好きなんですけど、その音楽っていうアートですね、そのバイオリニストのキリギリス、怠けてるように見えるんですけど一生懸命バイオリンの練習をしていたのかもしれません。そして結果アリもキリギリスの音楽を楽しむことができて楽しい冬が過ごせたというわけです。アーティストの役割ってそういうことなんじゃないかなと私は思っています。アートが医療の場で活用されています。最近は日本の病院でもそういったことをやっているみたいです。例えばイギリスとかはだいぶ昔からそういうことをやってるようで、いろんな分野のアートが医療の場で活用されているようです。まあ美術、音楽、演劇、文芸とか園芸とかデザインとかパフォーミングアートとかその他いろんなものですね。例えば絵画なんかだと病院の壁を絵画で飾るとかそういうこととか、まあ音楽とかいろいろあると思うんですが、アートを医療に取り入れることによって患者さんに投与する薬の量が減ったりとか、入院の期間が短くなったりとか、お医者さんと患者さんの関係が良くなったりとか、そういった効果があるというデータもあるようです。病気の人も健康な人もアートがもたらす効果っていうのはあると思うんですね。アートは生きるための活力っていうのを与えてくれるものなんじゃないかと思っています。私自身も殺風景の場所でそういう楽しいとか綺麗とかそういう刺激が一切なしのもう実質的な真面目なことをずっとやってたら絶対に気分が悪くなってきます。その時にすごい綺麗なものを見たりとか、すごい好きな音楽を聴いたりとか、そういったことだけで気分っていうのはすごく良くなります。なんか心が健康になるって感じ。そういう風に考えるとアートっていうのは無駄なものじゃ絶対にないと思うし、さっきのアリとキリギリスのようにアートっていうのはそういう形で人の役に立ちます。なので例えば災害があったりとか、あとはコロナ禍だったりとか、
こんな時にアートなんか作ってていいのかってなりがちだと思うんですね。でもこういう時期でもアートっていうのは何かの役に絶対立つと思うんです。なので私自身は絵を描くっていうこと、そういうことをやめてはいけないんだなと思っています。もうかなり前の話なんですが、2005年か6年の私の立体のマスクを飾っていただいているお家があるんですけど、そこのお家の人と話した時に、病気のおばあちゃんがいるんですけど、そのおばあちゃんが何て言ったか忘れちゃったんですけど、いつもネガティブな人が私のマスクを見てパーッと目を見開いてすごく元気になった、そういうアートの力があるんだってことをおっしゃってたってことを、そのおばあちゃんの娘さんから教えていただいて、ですごく私は嬉しかったんですけど、そんなことがありました。私は人をどうこうしようと思って作品を作ってるわけじゃないんですが、私の作品を見て元気が出たとか癒されたとか、そういうことをおっしゃっていただくことがあって大変ありがたく思っています。それは私の作品だけじゃなくて、アート作りをしている人たちにとっては人のためとかじゃないかもしれないし、独りよがりかもしれないし、わからないんですけど、その自分がいいと思って作った作品には人にもそのエネルギーが伝わって、人にポジティブな効果を与えるものなんじゃないかと思っています。よくスポーツで心技体という言葉が使われますが、精神と技術、テクニックですね、それから体、体力だったりとか、そういうことですね。人生においても心技体っていうのは誰にでもあるものだと思います。生きるために何か実用的なことをする技術ですね。生きるための術ですね。それが技術だったとしたら、体は体ですね、健康ですね。健康で生きるための仕事をするということです。しかし精神が伴わないと人はやっぱり壊れちゃうと思うんですよね。で、その精神の部分をサポートすることの一つがアートなんじゃないかと思います。アートって言っても難しい知的なアートとは限りません。例えば実用的な道具があったとします。さっき言ったお洋服ですね。まあ着れば何でもいい、まあ仕事の時はしょうがないとかっていうのはあったとしても、好きでもない服を着るよりはプライベートな時ぐらい好きな服が着たい、好きなスタイルな服を着る、そんなすごいおしゃれってわけではなくても、例えば好きな色の服を着る、それだけでも気持ちが変わるんじゃないかと思うんですよね。食事をするのも、ただ生きるために味のしない食べ物を食べるのか、それとも自分が美味しいと思う食べ物を食べるのか、その美味しいってところがそのアートの部分ですね。あとは音楽を聴いたり映画を見たり、なんかいろんな娯楽ですね。他にもいろいろあると思うんですけど、そのちょっとしたことですね。美味しいとか可愛いとかかっこいいとか美しいとか楽しいとか面白いとか、いろいろあると思うんですけど、その実用的以外のことを刺激する余計なものですね。それがアートじゃないかと私は思っています。綺麗なもの、美しいもの、面白いもの、そういったものは人の手で作られたものだけではありません。例えば自然ですね。今日空が綺麗だったとか、道端に咲いてる花を見て美しいお花だって思うとか、そういった心のゆとりっていうのが精神を豊かにするものですよね。そういった自然の美しさを無視して生きるためにお金とかしか見えなくなって、自然とかそういう美しさがどうでもよくなっちゃったとします。そういった自然を破壊することによって、私たち人類はすでにもうこれ失敗してるんですよね。もうすでに答えを出してるんですよね。自然を破壊することによって、まあ木とか全部切っちゃったら酸素がなくなっちゃうし、その美しいものを壊したおかげで公害とかそういうことによって最終的に人は生きられなくなっちゃうんですよね。私たちには本当になくてはならないんだけど、忘れがちなそういう自然とかそういうものを大事にするっていう気持ちと、そのアートを楽しんだりとか、そういった心のゆとりっていうのはつながるっていうこともあると思うんですね。まあそれはちょっとこじつけで、ちょっとこれについてはちょっとわからないんですが、その精神に余裕を持つっていうことは生きる上でとても必要なことなんじゃないかと思っています。人のために役に立ちたい、人のためになる仕事がしたい、そういうことをおっしゃる方がよくいらっしゃると思うし、私も以前はそう思っていました。今でもそう思ってますよ。でも何が言いたいかっていうと、人の役に立たない仕事なんてないんです。人のために役に立たなかったらそれは仕事じゃありません。でもさっきのアリとキリギリスのお話のように、キリギリスはバイオリンを弾いて遊んでいたのかもしれません。でもそのことによって
キリギリスはバイオリンの練習にもなったし、自分が楽しい、その楽しい音楽っていうのを演奏することができるようになって、自分が楽しい音楽、そういった音楽を弾くことができて、だからこそアリたちを楽しませることができたんじゃないかと思います。人のためだ、苦しい、自分が楽しんじゃいけない、そんな風に演奏して、つまらないつまらないつまらないって弾いたバイオリンだったら、冬にアリを楽しませることはできなかったかもしれません。アートってそういうもんだと思ってて、まあ中には人が苦しんでいるのを楽しむっていうサディスティックな方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう人を私は楽しませたくないなそういう人を喜ばせるために私は自分が苦しむのは嫌です。でも自分がネガティブなものが作りたくて、それでネガティブな気持ちになって、でそのネガティブな良さってあるじゃないですか。そういった作品が好きな人がまたそのネガティブな作品を楽しむというのもありだと思います。そして自分が楽しいポジティブな気分だ、その気分が作品に現れてみんながポジティブになる、そういった作品もありだと思います。それは好き好きでいいんじゃないかと思います。そういったものがアートの力なんじゃないかと思っています。なので私は今後も絵を好きなように描いていきたいと思っています。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。